どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、成田空港の第1ターミナル、第2ターミナルの制限エリア内にですね、新しい IASS ラウンジがね、開業いたしますので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、公式サイトにですね、こういった形でお知らせということで、ちっちゃくね、書いてあるんですよね。2023年7月中旬、成田国際空港第1、第2ターミナル制限区域に新たなラウンジをオープン予定ということで、記載がね、書いております。こちらね、公式サイトにこの文だけ書いてあって、中身ね、全然わかんないんですよね。で、今回ね、デスク等々に聞いて、詳細はね、聞いてきたんですけども、オープンするにあたっての写真みたいなのはね、掲載してないみたいで、ないらしいんですよね。ですので、今回ね、申し訳ないんですけど、すべてね、言葉で、説明させていただくっていう風になるわけなんですけども、このね、成田国際空港第1、第2ターミナルの制限区域にですね、新たなラウンジがね、できるっていう風になりますんで、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、詳細ね、行きたいと思います。ちょっとね、IASS の方にね、ご連絡させていただきまして、詳細ね、聞いてまいりました。で、今回ね、できるラウンジは、成田空港の第1ターミナルと第2ターミナルの制限エリア内にですね、この IASS のラウンジがね、オープンいたします。ですので、できるラウンジがね、2つっていう風になります。で、営業開始はですね、2023年の7月の12日っていう風になっておりまして、こちらね、入室条件なんですけども、現時点ではですね、かなり少ないね、対象カードっていう風になっておりまして、またね、ゴールドカードではなくて、プラチナカードがね、対象っていった形になります。で、対象のね、会社は、セゾンプラチナとアプラスプラチナ。こちらだけがですね、現在対象って言った形になります。で、プラチナカードだけということで、ゴールドカードは対象外っていう風になります。で、プライオリティパス等々もね、こちら利用することができるということで、ラウンジサービスカードであるプライオリティパス、ラウンジキー、ラウンジパス、ダイナーズラウンジもですね、利用することもできるっていう風になります。で、こちらね、サービス内容なんですけども、食事、飲み物ね、ブッフェ形式で無料でね、利用することができて、アルコールもね、無料で利用することができるっていう風になります。残念ながらね、シャワーの提供はないみたいなんですけども、こちらね、ブッフェ形式でね、アルコールも利用することができるっていう風になりますんで、現時点ではですね、制限なくね、利用することができるっていう風になりますんで、ISS のラウンジっていうのは、缶ビール1本とかのね、提供が多いと思うんですけども、こちらに関しては制限なくね、利用することができるっていう形になります。こちらね、聞いてかなり驚いたんですけども、このね、新しい IASS ラウンジに関してはですね、ゴールドカードで入室することができないっていう風になりますんで、この点はね、注意していただきたいなと思います。またね、プラチナカード以上でも、セゾンとアプラス以外はね、今のところ対象になってないということで、こちらは現時点ということで、今後ね、変更になる可能性がね、かなり高いと思うんですけども、7月12日からね、オープンするわけなんですけども、しばらくはね、これだけって言った形になります。またね、プライオリティパス等々はね、利用することができるっていう風になりますんで、今回ね、対象カードの中にアメプラとかね、結構有名なプラチナカードも入ってないですよね。ですけれども、プライオリティパスがあればですね、利用することができるっていう風になりますんで、プライオリティパスね、持ってれば、安心してね、利用することができるんですけれども、プライオリティパスのね、対応されてないね、ゴールドカードとかしか保有されてない方はですね、結構注意ですよね。だから ANA、ビザ、マスターとかね、ここら辺のゴールドカードに関しては、ちょっと利用することができないですよね。ANA、JCB のゴールドカードであれば、こちら都度料金かかってきしまいますけれども、ラウンジキーがね、1回32ドルからね、利用することができるっていう風になりますんで、お金はかかってしまいますけれども、利用することはね、できるって言った形になります。JAL もね、同様で、JCB のね、ゴールドカードに関しては、ラウンジキーね、ついておりますので、こちらは入れる、都度料金払えばね、入れるわけなんですけども、ゴールドカードね、ビザマスターだと、ちょっと利用することができないですね。プラチナカードであれば、プライオリティパスがね、ついておりますので、利用することができるかな、なんていうふうに思います。こういった感じになっておりますんで、プライオリティパスね、ないと、こちらね、入ることができないっていう風になりますし、またね、今回ね、第1ターミナルと第2ターミナルの制限エリア内っていう風になりまして、今までね、第2ターミナルの制限エリアっていうのは、プライオリティパスのね、対象ラウンジがなかったんですよね。ですので、今回ね、新しく、
ここはね、メインになってくるかななんていうふうに思いますので、これはね、非常に朗報ですよね。第2ターミナルね、よく利用されるっていう方は、プライオリティパスね、発行しておくことをね、おすすめっていった形になります。で、今回ね、問い合わせて、ちょっとね、注意事項ということで、お話をいただいたんですけども、7月の12日からこちらオープンする予定なんですけども、当面の間はですね、ソフトオープンということで、7月中ですね、営業時間がね、はっきり決まってないそうなんですよね。で、また、公式サイト等々にも、このね、営業時間の掲載っていうのはね、予定しておりませんということで、もしね、7月12日以降、すぐね、利用されるっていう方はですね、で、このラウンジ利用されたい方は、ちょっとね、電話していただいて、営業時間ね、確認してからね、利用していただければなと思います。公式サイトね、概要欄に載せておきますので、こちらね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。それでは次ですね、今回のね、ラウンジも、プライオリティパスでね、利用することができるということで、私のね、LINE 公式アカウントで配布させていただいている、このね、国内のプライオリティパスラウンジのね、一覧なんですけども、こちらね、更新させていただきました。今回ね、第1ターミナルの制限エリアにね、IASS ラウンジがね、新しく利用することができて、またね、第2ターミナルの制限エリアにも、ISS のラウンジがね、入ったっていった形になります。いやね、これは非常に朗報ですよね。やはりね、制限エリアでね、やっぱり手荷物とか全部ね、セキュリティチェックとか終わって、ゆっくりして飛行機に乗るっていうのはね、やっぱり気持ち的にもね、楽ですので、新しくね、できたっていうのはね、かなりいいですよね。で、またね、中部国際空港ね、この前動画出させていただきましたけども、プラザプレミアムラウンジですね、こちらも新しくね、追加になりましたということで、こちらはまだね、利用することができなくて、6月の20日からね、このプラザプレミアムラウンジね、利用することができるっていう風になりますんで、この動画が出てる頃にはですね、ちょっとまだ利用することができませんので、まあこの点はね、注意していただきたいな、なんていう風に思います。はい、こういった形になっております。こちらね、欲しい方はぜひね、LINE 公式アカウントね、登録しといていただけば、まあキーワード入れていただければね、返信で見れるようにしておりますので、このね、LINE 公式アカウントね、いろいろ便利にね、利用できるように今ね、構築しておりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで今回ですね、成田空港の第1ターミナルと第2ターミナルの制限エリアにですね、新しいね、ISS ラウンジが開業いたしますということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ、今回ね、プライオリティパスがね、メインで皆さん利用する方が多くなると思うんですよね。ですので今ね、初年度年会費無料でね、発行することができる、セゾンアメックスプラチナビジネスカードありますよね。こちらね、JAL マイルがね、たまる、おすすめしているね、クレジットカードなわけなんですけども、このカードね、プライオリティパスが年間何回でもね、利用することができる、プライオリティパスね、プレステージ会員で付帯してるんですよね。で、またですね、こちら年会費がね、今初年度無料で利用することができるっていう風になりますんで、1年間ね、このプライオリティパスね、使い倒したいっていう方はですね、ぜひね、こちらセゾンアメックスプラチナビジネスカードね、発行ね、お勧めさせておりますので、概要欄にね、載せておきますんで、こちらもね、ぜひチェックしていただければなと思います。初年度、まあ、1年間はですね、このプライオリティパスね、使い倒しても年会費かからないっていう風になっておりますし、こちらね、ビジネスカードっていう名前がくっついているんですけども、まあ、こちらね、セゾンの方と昔話しましたけども、会社員の方でもね、発行できるビジネスカードっていう風になっておりますんで、ぜひね、徹底解説ブログとかもね、載せておきますので、ぜひね、こちらもチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。